モコリンちゃん、毎度、毎度です。みんなも書いてあるから、ホルモンの話、あ、そうそう。ね、なんかこう、女性ホルモンがバッと出てきた話ありますかっていうふうに前回聞きましたけれども。考えたらありましたよって、あるんかい。ゴールデンウィークにお友達が経営している美容院の、アイブロウデザイニング、うん、美容院の、美容室の名前ですかね。の、モデルを探しているというので、あれあれ、カットモデルみたいなやつかな。モデルを探しているというので、娘と娘の友達と私の3人で行ってきました。うん。7人ぐらいの美容師さんが朝9時から夜までずっと練習するみたいで、1人8人モデルを探さないといけなかったみたいです。私も友達がね、美容師やってて、カットモデルようやってたな。ただで切ってもらえるからラッキーなんですよね、あれね。私をやってくれたのは、21歳の男の子。いいですね。21、顔が近くになってしまってすいませんと言って私の眉毛を整えてくれました。いいな、綺麗な眉毛ですねと何回も眉毛を褒めてくれました。で、何回も綺麗ですねというのは眉毛のことなんだけど、子供と同じ年齢の男の子に綺麗ですねと言われたら、そりゃホルモン出まくるでしょ。美容師さんなのでね、そりゃ同業なので社交辞令ってことも分かってますよ。私もたまに使うしね、でも嬉しかったなというお話でした。そして YouTube 15万人おめでとうございます。すごいすごいね、嬉しいねっていう、いや嬉しいな。なんかこうモコリンちゃんがね、チャンネル登録者数が YouTube 15万人になったことを自分のことのように嬉しいねって、自分のことのように喜んでくれるのがめちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。いや眉毛綺麗ですねって何回も何回も言ってくんの。いやー、なんか、なんか初めはさ、眉毛綺麗ですね、綺麗な眉毛してますねってずっと言われたら、いや私やったらやで、そういう時って、いや眉毛だけかいとか言うてまうねんけど、私絶対言うてまうわ、そこで言ったら。眉毛だけかい、顔も褒めてとかって言ってまうねんけど、それはモコリンじゃ絶対そんな言えへんやん。普通は言えへんやんか。俺その時、綺麗な眉毛ですね、綺麗な眉毛ですねって、その綺麗な眉毛をずっとこう整えながら、その指が最後唇にさーっと取って、唇も綺麗ですね。そんなんあったら、鼻血ブーコでーすやな。鼻血ブーコでーす。もうそんなんね、たださ、私の唇今ガッサガサでね、リップクリーム塗っても塗っても全然あかんわ。唇ガッサガサですね。いや、いいね。やっぱさ、それで、やっぱさ、男の人にやっぱさ、顔を触られたり、やっぱさ、なんか、やっぱさ、なんか言うか分かれへんけど、髪の毛切られるとか、あれ、分かる。美容院とかって、やっぱ髪の毛洗うときあるやん。あんなもなんかこうね、なんかこう、キョンシーのお札みたいなのをこう、顔に貼られるみたいな感じで、こう、なんかこう、乗せられるやんか。ちびっこいタオルみたいなやつ、半分に折ったやつ。ほんで、それでやってるときに髪の毛カーって洗ってもらったりするけど、あの時ってなんかこう見えへんやん、見えへんってすごいのよ、想像が働いて。なんかこうゴシゴシしてる時に急にキスされたらどうしようとか絶対ないよ、絶対ないねんけど。で、なんかこう、かゆいとこありませんかとか言ってさ、なんか、いや、かゆいとこなんか全然ないよ。あっても言えへんねん、あんなんな。あんな言えへんねん。あってもなんか、この辺って説明しにくいから言えへんけど、なんかこうさ、でな、あの時に何が一番恥ずかしいって、髪の毛バーって洗い終わった後に、最後にタオルをさ、髪にグーって巻いてくれるやん。髪にグーって巻いてくれて、言うたら髪の毛が全然ない状態になるよね。顔がむき出しの、まあ、顔むき出しで、髪の毛をタオルでパーってくるんでくれた時に、そのままこう連れられて鏡の前に座った時の、半端ないおばさん感。
恥ずかしい。なんか急に髪の毛包まれて、おばさん感が半端ないっていう。あれ、ちょっともう私髪の毛出していきたいねん、鏡の前。あれでずっと待ってんの嫌やのよ。もうそんな話や。どんな話かわからんけど。モコリンちゃん、ね、ホルモンの出まくる話、ありがとうございました。続いてルーレット参りましょう。ピピ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 ピ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。ベルマークもね。コメントもお願いします。完璧ですか？はい、はい、バイバイ。